マスターピースですか。なんかスマホアプリで全国行くぞみたいなね、私も見てましたよ。見てたんですけど、私のところにはいつまでたっても来なかったですよね。広島に行きますと何回も聞いたんですけども、一回も来なかったと。まあ吉田さんはね、その後何年かして私のところに来ましたけど、来てくれましたけども、私が一山当てて家を買って相当な影響力を持ったというふうな時にね、やっと来てくれたんですよね。だからね、なんかね、大物にしか会いに行ってくんないんですよ、吉田さんも。で、山口陸さんに関しましては私のところに来ることはなかったですね。結局ね、あれほど強く私のところに広島行きますみたいなこと言ってましたけども、まあこんなもんかなというところでございますね。あんまり人には期待できないかなというところもありますし、まああんまり人には期待できないというよりも、スマホアプリスクールは、まあ、完全に私をね無視してやっていたというか、結構邪魔だったのかなと思いましたね。悪い印象を持たれてたんだろうなというふうな感じです。もしくはこいつはほっといても大丈夫だみたいな感じでね、放置されたのかなと。当時のことを思い出したら、はっきりこういう感じで私は思ってましたね。まあ口ばっかりだなこいつらとか、一番目立ってる俺のとこ来ないな、もしくは俺が一番目立ってないのかなみたいな感じでね。だからまあまあ言ってみれば、なんですかね、まあ、メリットのない人のところには行かないよねっていうことでスタートしたわけなんですよね。まあ、本心を貸すとこんな感じです。これ二人でなんか、ね、弾丸ツアーとかやってるけども、結局はまあね、目のある人のところに行かないなというふうな感じですかね。であれからというもの、どうですかね。そういえばそういうふうに会いに行った方がどうなってるのかなっていう、その後日談気になりますけども、会いに来てくれなかった私はこうなりましたね。会いに来てあげた人っていうのはどうなったかっていうと、ちょっと吉谷さんの動画の中で言うのは、未だに商品買い続けてるってことは未だに稼げてないのかなと思っちゃうわけなんですよ。ちょっと意地悪な言い方ですけどね。だからね、やっぱ自分で稼げるようにしているはずなのに、6年経っても未だに稼げてないっていうふうにちょっと感じちゃうんですよ。吉谷さん的にはずっと自分のまあ、お金をね捧げてくれる人っていう感じで、すごくビジネス的にはうまく取り込んだなっていうところはありますけども、やっぱこうちょっと不思議な感覚しますよね。なんか何と言いますか、スマホアプリで稼げなかった、じゃあ次の商品買っちゃった、それでも稼げないから次の商品いっちゃったみたいな感じでずっと買い続けるっていうのは、まあ本当にね、稼げる人を作っていくっていうところでは、稼げる人はその人になってないのかなとかね、まあ、もちろん稼げてるからこそ買い続けてるのかもしれませんけどね。なるほどね。いやーなんかね、今はあんまり何も思ってないですけども、当時悔しかったですね。なんていうかな、どこまでやっても自分はやっぱり無視されるんだなっていうふうにね、すごくビジネスが私を嫌ってるなと思いましたね。でビジネスに関わる人が私に対してはあんまり好感触出ないなというふうなね、寂しい気持ちでずっとやってましたね。実はね、ライブ放送にあれやこれやというのも、このぐらい何ですか、発信に貢献すれば興味持って来てくれるんじゃないかなと思ったんですけどね、興味は持ってもらえなかったということで、興味持ってもらったのがその後ね、億っていう金額を作り始めてからやっとというね。いやーなんかね、当時はね少しだけそういうふうな寂しさを抱えながらやってましたね。まあでもね、究極別にこの人たち無視されてもいいやと思ってたんで、私は自分のところに集まってくれた人にフルマックスで貢献してですね、その人たちが一人ずつ稼げるようになっている姿の方が大切だと思ったんで、あまり気にならなかったんですけどね。まあでもね、同じような思いを持たれてもいけないんで、私はどんなところにでも、その速稼塾を始めた時にはどんな一人にでも会いに行くと、どんな一人でも来てくれるんだったら24時間捧げるっていうふうなね、顧客のために死んでいくぞというふうなマインドセットをすぐに決めたわけですよ。こうはならないぞっていうふうなところまでも当時は思ってたかもしれません。なんか本当にね、会いに行くんだったら希望される方全員にって感じです。私は今希望される方全員にコンプリートでお会いしました。一人も漏らしてません。まあ、この動画で言う通りです。で今度8月5日とかもね、面談っていうか、うちの家に来たいっていう方がいらっしゃったりとか、最近のね、塾生さんもね、速稼塾に関わりを持ってるかくださる方っていうのは私会いますね、やっぱりね。で入塾の後にも会いに行ったりしますよね。だってそれ以外ないんですよ、私。100人いたら100人に会って100人と話すぐらいしかやれないんですよね。だからこの人のところは家が遠いから行かないとかっていうのは全然なくって、それこそ海外だって出かけていくらですよ、こうやって。そのぐらいのことしないと
まあ、信頼していただけないっていうかね、信頼を勝ち取るためにやってるわけじゃなくて、まあ私が単純にね興味があるだけなんですけどね、誰が私みたいなものの放送を見てくれるんだろうとかね、私のことを信頼してくださった方には 100% 以上の恩返しをしないとなと、うん、だからいただいたお金以上の経費をかけて、まあなんか行動するみたいなね、そんなね思いでございます。まあいろいろとお話しました。何を言っていいのか私も分かんなくなりましたけども、確かにそのなんか前後関係みたいなのありましたけども、私のところは来ていただけなかったということですね。で来ていただけなかったけども私はなんですかね、まあどっちかっていうとなんですかね、自分のところに来てくれる方のために優先的にやってきたかなということが、今そういえばそういうふうにしてきたかなってふつつと思うところかなと思いますね。まあでも私はね、吉田さんみたいなリピーターいないですよ。そもそも商品売ってないんで、だから1個速稼塾を買っていただいたらもう二度と何も売らないぐらいの気持ちで速稼塾だけをね強く強くしている形かなと思います。で速稼塾っていうのに入っていただけたら、もう基本的にですね追加料金何にもないわけですよ。っていうか速稼塾の支払いがまだ済んでいなくてもどんどん追加しますからね、そのぐらい尽くしていける、そんな速稼塾でいたいなということでまとめてしまいました。いかがだったでしょうか。まあね、でもね、吉田さんの姿を見てやっぱり真似ていかないとなといけないところも、ね、結構ありますんでね、だから何を受け取るかですよね。こいつは口ばっかりだって言って自分を不適されるのか、いや自分は違うやり方でアプローチしてもっとより多くの人に満足していただけるぞ、いただけるようにするぞとか、またお客さんからね、お客様からあまりお金を取らないようにして、お客様が固定費を減らして変動費を減らして利益をたくさん上げれるようにやっていくというね、まさに固定費の怖さっていうのがありますから、数ヶ月経ったらまたセールスがかかってくるみたいなことっていうのは固定費を増やしていることなんで、私はやっぱり経営者の立場に変えた時に、私のところに来る人っていうのは今度自分を経営していくわけですから、一人一人が私の方からね固定費を増やすようなことっていうのはなかなかやりにくいなと、なんかこれがだから私がビビってることなのかなと思いますけどね。やっぱりどん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 セールスしていけばいいのかなと思っちゃいますけども、セールスをね去年もしましたけども、なんかね1000円とかね、自由な価格をつけてくださいとか、今度もねこの夏も FX の、カリキュラムをセールスするんですけども、なんか参加費1円以上とかね、1円以上30万円以下とか、なんだこれはみたいな感じですけどね、本当に稼ぐ気があるのかみたいな、ないんですよ稼ぐ気は。お金が増えればいいんですよ。だから目の前の人からお金をねいただかなくてもやっていけるようになっていきたいなというところで、まあいくばくかそうなったかなってところですけどね。はい、まあいろいろとお話しましたけども、放送の方いつも提供してくださってありがとうございます。やっぱりいろんな形のね情報発信がないと私も慣れたっていけませんので、これからもねこの億万長者合宿のやり取り全て生かしていただきたいと思います。どん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 行きましょうね。では失礼します。